皆さんこんにちは、我が魂の賛美シーズン2をご覧いただきありがとうございます。本当に素敵なゲストを今日も、お招きしております。早速ですけれども、コパンの、お二人です。こんにちは。こんにちは。お二人は、夫婦で活動されているということで、はい、はい、じゃあ、しょうこさんの方から紹介をしていただけますか。はいはい、ね、お久しぶりですね。お久しぶりなんですけど、コパンの堀井翔子と言います。はい、堀井英二です。はい、以下 A さんで、 A さんで、はい、あの本当に、長い間まあ、長い間というか僕がもう学生の頃から活動をしていると思うんですけれども、はい、結婚したのが94年なので、はい、その時からですね、一応コパンとしては何年ぐらいから活動してる。そう、あの実は来週ね結婚記念日なので、丸19年になりますね。丸19年。はい、じゃあ来年で20周年ということで、はい、本当になんかすごいこう大先輩っていう感じ。そうです。本当年上で、あのコパンっていうそのお二人のそのグループ名っていうのはどういう意味なんですか。はい、ですね、フランス語で友達とか親しい仲間という意味だそうなんです。フランス語なんですね。はい、で、本当に食べるパンに関係があって、うん、子っていうのは一緒に、でパンはあの食べるパンで、パンを分けるっていうのが、あのパンを分けて育ったような親しい人っていうのがその語源で、まあ、日本語でいうところの同じ釜の飯ですね。はい、私たちはその音楽を皆さんと美味しく分け合って、行きたいなと思ってその名前をつけました。なるほど。はい、あ、なんかフランスなんですね、やっぱり、なんかアコースティックな雰囲気がちょっとなんかこう、まあギンギンっていうタイプじゃないので、はい、なんかこう、あの世界最
最小音ユニットいやすごくなんかカフェとかね、うん、なんかそういうところででもあの演奏されたりしてるんですね。はい、そうですね、うん、なんかすごくそういうところで聞きたいなっていう、まあ、あとは最近あれですよね、赤ちゃんの連れのお母さんたちのために演奏したりとか、うんうん、そういうの楽しいですよね。今子育ての最中、ね、そうですね、まあ僕も一緒ですけど、ね、はい、どうですかその子育てをしながらの音楽活動っていうのは、まあ、まあもちろん大変なこといっぱいありますけど、まあ、赤ちゃんの時から一緒に旅をして、うんうん、あちこちで、まあ、皆さんにこう寛容に受け入れていただきながら会場に子供がいるっていう状態でずっとやってきて、まあ、それは大変な面もあるけどやっぱり一緒がいいなっていうかね、やっぱり分かち合うっていうのが私たちのキーワードかなと思うので、私たちのこう生活も全てなんか見ていただく感じで、はい、私たちはそれがいいなと思ってますね。将来的にはファミリーで、まあ別に、うん、そうなったら嬉しいなとも思うし、はい、まあでも彼は彼の道を行ってもらえればいいかなと思います。はい、そうですね、昔というか初めコンチネンタルズっていうそのグループで活動してたと思う、それをこう取りまとめてたと思うんですけれども、1990年に日本でそのジャパニーズコンチネンタルズというグループが始まって、はい、その時は2人とも応募してオーディションを受けて、でその最初のツアーに参加したんですね。あ、そうなんですか、うん、そこで出会って、そこから日本 の, その代表になって、そ う, ん、うん、そうですね、うん、ならざるを得ない感じになったので引き継いで、2003年までやってましたけれども、それが、まあ、私たちがこういう活動するきっかけかな、うんうん、今はそのコンチネンタルズはお休みされてる。そうですね、はい、なんかね、踊りと歌とすごくインパクトがあってなんか僕は再開してほしいななんて人なりで、ぜひファンなんですよ。やりましょう、ね、子供のねグループはできもし再開できたら嬉しいなとは思ってますけどね、はいはい、それはヤングコンチネンタルですからね、アメリカとかでも今すごく盛んにというか、はい、そうですね、今ヨーロッパの方が盛んで、あ、そうなんですか、はい、じゃあ続いて次の曲の紹介をお願いします。はい、ですね、私たちは宿題をもらうと曲ができるんですけど、次の曲は友達の結婚式のために、はい、こんな感じで曲作ってプレゼントしてっていう依頼があったので作って、 A さんが作って、歌った曲なんですが、新しいメロディーっていう曲で、私たち13年子供が与えられなかったので、まあ、その間に辛い思いもしたり、こう心の中の葛藤がいっぱいあったんですけど、そうですね、13年目にして小さな命を守る会っていう胎児と、はい、産むお母さんのこうケアをする団体を通して息子が与えられたんですね、うん、そしてまあ、その与えられる前からその歌を歌ってましたけど、与えられてから本当に新たに思うのは、神様が本当に私たちに命をくださるっていうのは祝福としてくださるんだなっていうことで、本当に息子の命もそうだけれども、自分の命とか隣の人の命とか、そういうお互いの命を大切にすることでしか、その神様がくださった祝福への感謝を表す方法がないんだなと思ったんですね。で本当に息子に生まれてきてよかったって思ってほしいと思った時に、自分自身を振り返ると私は自分を愛してないかもしれないって思って、もっとこうだったらいいな、ああだったらいいなとかなんかないものねだりばっかりして、結局自分が自分を愛せてないんじゃお手本見せられないなと思って、神様がどんな素晴らしい命を私にすでにくださってるかっていうことを改めて思ったんですね。それで隣の人、自分、隣の人をこう大切にして感謝を表していくところで、
一緒に今を生きるっていうこと、うん、でそれが世界につながっていくっていう、うん、そういうことを、まあ、本当に自分一人では何もできないって思いがちだけれども、自分がこの命の祝福を喜んで生きるときにやっぱり世界が変わっていくんじゃないかなって、うん、息子が与えられて改めてですね、そんな風に思って、そんな風に生きていきたいなと思って、そんな気持ちで歌っている曲です。はい、じゃあ早速、新しいメロディー、お聴きください。
だ息子がですね赤ちゃんの頃よくすっぱだかにしてですね、窓際のところに、タオルを引いてその上に寝かせて、ひなとぼっこさせていました。そして、洋服着てなくて自由なものですから、まだ寝返りも打てないけれどもバタバタと手を動かしてですねなんだか青々と何か言いたそうに一生懸命、おしゃべりをしていました。その姿を見てああこれってなんて完璧なフォルムなのかなと、親バカながらですね思ったんですね。そしてその時に、聖書の中の、神様が、この天地を作られた時のことを思いました。神様はご自分が作られた、世界中のすべてのものそして人を作られた時にこれでよし完璧とご自分でですねご自分の作ったものをこう褒めたたえられたんですね。そして自分自身を見ますと自分もそうやって作られたんだな、この赤ん坊と同じように、もう大きくなってしまって、その影形はないですけれども、でも神様に自分もそういうふうに作られたんだなっていうことを思ったわけです。息子もですね赤ちゃんだったのが大きくなって憎らしい口も聞くようになりましたけれども、でも私たち親にしていただいたものの心の中にあるのはたとえこの子が大きくなってどんな人間になっても、変わらずにこの完璧な姿を覚えていて愛していくっていうそういう誓いだったわけです。神様が私たち一人一人をそのように作られて完璧だよしと言ってくださって、今の私たちが私たちの目にはどんな風にひどく見えても最初の姿から離れてしまったように見えても神様は最初のよし完璧私は愛する子供としてあなたを作ったっていうその思いを常に忘れずにいてくださって私たちに愛を注いでくださっています。私はそのように愛されていることを信じますし皆さんもそのように愛されています。
ありがとうございました。コパンの曲っていうのは、エイジさんが書いてるんですか？そう、だいたい A さんです。それぞれ書くんですけど、はい、最初に見せる相手はもちろん夫婦なのでお互いなんですけど、そこで見せて、もうちょっとこうしようかとか、そういうやり取りがあって完成するっていう感じなので、一緒に作ってる感じですよね。夫婦で活動するときに、どうですかっていうか、うん、ご夫妻で活動されている方って、いるにはいますけど、ね、そうですね、はい、どんな感じ。最近はだいぶいいんじゃないかな、はい、落ち着いてだけど、やっぱりその訓練になるっていうかね、うん、私は地図が読めるようになりましたね。おかげさまでね。あとはやっぱりこうコンサート間際になって時間がない時になるとトラブルがあって、喧嘩になったり、喧嘩というかですね、険悪な雰囲気になって、うんうんうん、でもそのままステージに上がっていかにも仲良しそうにお話をするのは嘘だと思うので、こうなんとか時間短くても捕まえて、さっきのあの態度はどういう意味みたいな感じで、こういうことだったんだよ、あ、そうか、じゃあごめんねっていう感じで、なんとか若い時はね、そういうことよくあって、うん、そう、でもこういう皆さんの前に立たせていただく機会があるので、毎回その小さいうちに修復してできるっていうのは、うん、感謝なことで、いい環境に置かせていただいてる、ね、置いていただいてるなと思います。全部こう音楽って来年が出てしまう、ね、仮の演奏するわけにもいかないんでね。これからの、コパンとしての活動でもいいですし、個人としてもなんかこうビジョンとかっていうのはあるんですか？特にその音楽活動のビジョンとかっていうのはなくて、はい、今子育て中ということと、あと母が5年前から寝たきりになってしまって、その前からいろいろ介助が必要だったんですけれども、なかなかこう体の自由がやっぱり自宅で見ているので体の自由が効かない、自分たちも世話をする方もなかなか動きが自由にいかないので、それに合わせた感じでできることを今やってる感じですね。でやっぱり子供がこちらにいると、その赤ちゃん連れのお母さんたちにこうアプローチすることができたりとか、そういう演奏の機会も与えてもらったりということが増えて、前のようないっぱいコンサートしてっていう形ではないけれども、こんな感じでまたいつか状況が変わればまた違う形があるのかなと思いながらやってるんですけどね。出演者みんなに聞いてることなんですけど、賛美とは、一人ずつですか、ね、賛美とは、ね、賛美とはっていうことだとよくわからないっていうのが正直なところですけど、私は私が元気になって幸せでいることが神様の願っておられることで、私はやっぱり歌うことで元気になるので、神様は自分のために歌っていいよって言ってくださってるように思って、はい、ありがとうございますっていう感じで、歌ってますね。そして歌う中でやっぱりステージからもそうですけど、皆さんが歌っている時に、あ、神様いるんだな本当にっていうのを毎回確認するっていうか、そんな私の元気の源ですかね。エジさんはどうですか？はい、一つのこうカラッとこう認識変わる経験が実はあって、はい、それはその最初にコンチネンタルズに参加した時に20人ぐらいの仲間とバスで移動して毎日コンサートしてたんですけど、その高速道路ってこう走ってる間めったにこうその外の風景がいい、見ててこういい感じってあんまりないじゃないですか、うん、でその時も防音壁があって、はい、その上からこう木がちょっと覗いてる感じだったんですけど、そのぼーっと見るともなしに見てたら、その木が風が少しあって葉っぱが揺れてたんですよね、うん、枝が揺れて葉っぱがこうヒヤヒヤしてて、それ見ながら、ああ賛美してるなっ
って思ったんですよね。だから、その時から、何かこう作り出すものとか頑張って何かやるとかいうことではないし、ただ音楽っていうことだけでもないし、置かれたその場所で、一生懸命生きるというか、でもできないことはできないので、木はそこから歩くこともできないし、何か自分で作り上げることもできないし、でも、それこそ神様が飾ってくださる、神様が与えてくださる命の輝きというか、それでいいんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね。だからその時から、自分にできる賛美、自分にできるこう生き方しかないので、そうやっていこうかなと今でも思っています。なるほど。本当にもう与えられた場所で自分らしく、他の人とかの真似ではなくて、存在が賛美でありたいです、ね、あ、いいですね本当に、夫婦でしかも、同じ神様を見上げて、賛美の働きができるってすごく羨ましいなと、でもやっぱり純くんもそうだし、本当にこうたくさんのそういう仲間たちがいるっていうことは、一緒にやったりすることは少ないけれども、お互いにすごく励まされているし、祈っているし、久しぶりでも会えば、そうですね、またなんか一緒にね、そういう気持ちになるもんね、これからもぜひコパンらしく、はい、そして新しい賛美を、生み出して活動、楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました、番組を見てくださってる皆さん、いつもありがとうございます、この番組では皆さんからの、ご意見やまた感想を、お待ちしております、CGN テレビのホームページから、ぜひ皆さんのご意見を、いただければと思います。それではまた次週、我が魂の賛美シーズン2でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。主はあなたの素